寒いね。はい、皆さんこんにちは、むちこです。今日はですね、激安通販サイトでお買い物をしたので購入品を紹介したいと思います。まずこちら、何のね通販サイトかっていうと、なんて読むのかな、ティム？テム？っていうね通販サイトがあって、何回かね利用したことあるんですけど、まずね海外から来るんで、まあ梱包はねなんかすごいですよ。靴で踏まれたような足跡とかね、携帯用のちょっと背の高くなるね三脚が欲しいなと思って、おそらく買ったんだと思うんですけど、三脚ね、最近 iPhone で撮ったりもするんで、ああまあまあまあ GoPro にも使えそうだし、ここに携帯を挟んだり GoPro 挟んだりできると思うんで、まあまあ使えそうかなって感じです。はい、あともう一つですね、これにね足跡がいっぱいついてるの皆さんなんだかわかりますか？洗えるペットシート。日本の通販サイトで買うとね1枚、あ、すごいちっちゃいサイズ間違えたおーやるちゃん、サイズ間違えたママこりゃダメだ失敗した。40センチ30センチぐらいのねサイズのものを買いたかったんですけど、30センチ20センチのねサイズを買ってしまいました間違えちゃった。これ5個ぐらい買ったんだよね、サイズ間違えたよ。1、2、3、4つ買ったのかな、やだこれ5個も買っちゃった、どうしよう全部同じサイズじゃない、もしかして失敗しちゃった。洗える、あ、違うサイズが1個入ってる、これがもしかしたら私の欲しかったサイズかもしれない。はい、ちょっと大きいかなちょっとね間違えた、せっかく紹介しようと思ったんですけど、ちょっと間違えましたね。普段使ってるやつぐらいかな、これがより、まあ普段使ってるサイズがこれくらい、ちょっとちっちゃいですかね。はい。つらい。はい、ちっちゃいのばっか買っちゃったんでね。はい、ロイヤルちゃんのケージだと3枚ぐらいね、つけばなんとかなりそうで、ちっちゃいやつばっかり買っちゃったんですね。間違えちゃった。ちっちゃいやつを5枚買ってしまいました。サイズさえ間違えなければ、安く、Amazon だとね2枚で1500、600円したりするんで、安くね買えます。はい、すんごい失敗した。はい、であとなんか他にも買ってるんでね、せっかくなんで紹介したいと思います。こちらはですね、こんなぐしゃぐしゃなんだね。たまに歯医者さんとかでねこうやってつけられたりもするし、私は作業するときにねネイルの下に引くというか、作業テーブルの上に引くために防水のシートを買いました。はい、次なんだろうねこれ。はい、レジ、ちょっとねやってみたことあるんですけど、最近ねお友達がレジにやってるの見たら私もやりたくなっちゃって購入しました。はい、ということでレジンを流し込むね型を何個かね買ってますね。これなんて言うんだっけな、シリコンモールド、シリコンモールドをねなんかいろいろ買ってます。ほら何をしたかったんだ一体忘れちゃってる。自分でも何買ったか忘れちゃってるから開けるの楽しいですけど、なんだこれは、あ、なんちゃってルクルーゼみたいなスプーン、
ルクルーゼじゃなくてラッキーって書いてあるんですけど、はい、偽物のねルクルーゼみたいなのをもう一つ買いました。これね、お、あ、割れてるし、これ欠けてますね、ここが。はい、ちゃんとねこういうポットみたいな形になってるので、この蓋をしてね、かわいい。おそらくね安かったと思います。んー、あとはん、なんだこれは。ね、これね、声がちっちゃくなった、わ、ちっちゃくなっちゃいました、わかんなすぎて。な、え、なにこれ、なんだ、なんだこれ。多分レジンを作るときにね使えると思って買ったものだったと思います。はい、次、これよくねネイル道具とかでね、あの、あったんですよこういうの。あ、なんか汚い、なんかついちゃう。はい、あとネイルビット、え、これはねネイルマシンにつけて、これね甘皮周りの手入れをするやつがもうほんと200-300円だったんですよ。ビットが4本ついて、日本で買ったら5000円ぐらいするような。はい、あとはねワイプかな、はい、ケース入りのワイプ、眉毛、眉毛切る時のねハサミ。はい、なんで今回は激安通販サイトで洗えるペットシートが安く買えますっていうお知らせだったんですけど、サイズの選択をねするところで間違えると使えないサイズが届くんで、ちゃんと欲しいサイズをしっかり確認してから注文してください。それでもサイズを間違えなければ結構お買い得なお買い物ができます。で、たまにこうやってね商品が欠けてたりとかはやっぱ海外から来るんでねあるんですけど、あとはね到着するのが結構遅いです。1週間くらいかかるかな。ここはなんか、はい、なんかジャージを買ったみたいです。あ、まだなんかあるわ、まだなんかあった。はい、これはね足の爪の巻き爪のところをね削るやつだったかな。はい、これは足裏の角質を削るものだったと思います。はい、こういったねレジンを流す枠。はい、ということで今回の購入品紹介は終わりになります。なんかね3回ぐらいここのサイトで頼んでるんですけど、買うときはね結構ワクワクするけど、届くとねこんなもんだったかみたいな、ちょっと悲しい気持ちになるなるんだけど、その中でも洗えるペットシートはサイズを間違えなければ結構優秀です。安くてね、はい、なんでまたちょっと洗えるペットシート必要なんでね、また再度注文したいと思います。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。